モイーズ・キーンは、イタリア・ベルチェッリ出身のサッカー選手。ユベントス・ FC 所属。ポジションはフォワード。ユベントス・ユベントスの下部組織出身で2016年11月19日、第13節のペスカーラ戦で、トップチームデビューを果たした。11月23日、UEFA チャンピオンズリーグのセビージャ・ FC 戦で2000年に、生まれた選手としては初めて CL に出場を果たした。 2017年5月27日セリエ A 最終戦のボローニャ戦に後半34分交代出場。1から1の同点で迎えた終了間際のフリーキックにヘッドで合わせ逆転の決勝点を決めた。これにより欧州5大リーグにおいて2000年代以降に生まれた選手で初めて得点を決めた選手となった。2017年8月31日。 エラスベローナへレンタル移籍することが発表された。2019年4月7日、第31節の AC ミラン戦では5試合連続得点を決めて勝利に貢献した。エバートン2019年8月4日、エバートン FC に5年契約での加入が決定。背番号は27番。パリ・サンジェルマン2020年10月4日、パリ・サンジェルマン FC へ。 レンタル移籍することが発表された。契約に買取オプションは含まれていない。ユベントス復帰2021年8月31日。フルスユベントスに買取オプションが付帯する2年間の期限付き移籍で復帰した。2019年3月24日、UEFA ユーロ2024戦のフィンランド戦で代表発スタメンを飾ると代表発得点を記録。また、 この時金は19歳23日でのゴールとなり、史上2番目の若さとなった。ありがとうございます。